先日投稿した動画にあのコメントをいただきまして、ちょっと読みますね。私はバスアングラーですが、こちらのチャンネルを見るようになってからフライに興味が湧いてきました。ありがたいことです。ウールやロットはいくらぐらいするんでしょうかよろしければ動画でタックル紹介などしていただけませんかよろしくお願いしますということで、このコメントにね、ちょっとお答えする動画を作ってみようと思います。 ということでですね、あの、バスアングラー向けのフライタックル紹介ということになりますけれども、ちょっとあらかじめお断りしておきますけれども、私、釣り具業界の人間でも何でもないわけですよ。一般人なわけで。今までね、使ってきたフライの道具はね、たかが知れてて、しかもね、いろいろ買って試して使って中古市場に流してまた買ってとかね、 そういうスタイルじゃなくて、もう買ったからには徹底的に使い倒すっていうスタンスでやってますんで、僕が今までね、使ってきた道具ってもうたかが知れてるんですよ。だから、あの、いろいろ使ってこれにたどり着いたということは全然なくてですね、これが良さそうだなと思って買って、で、まあまあ問題がないからこれで使ってるっていうのがね、あの、正直なところですので、 その点をお間違えないようにお願いします。これがね、正解じゃないということです。たまたま僕が使っている道具を紹介しますという動画になります。あの、まずね、LINE から紹介しようと思います。え、LINE からかよって思いましょうがですね、実はかなり LINE は重要でして、ルアーの場合はルアーの重さや、あの、シンカーの重さで飛ばすわけですけれども、 フライの場合はね、ラインの重さでキャストします。だからとてもね、重要で、この番号で管理されていて、これ8番のラインなんですよ。それに合わせてタックルの方も番手で管理されていて、使うラインに合わせたタックルになると。ですね、私が、 霞ヶ浦水系でバスを狙っていて、大体ね、8番ラインがいいんじゃないかなっていうふうにね、今のところなってます。実はね、最初は6番から入門しました。6番から始めて徐々に上がって、8番にたどり着いたという感じですね。だからね、あの僕、初心者にはね、6番をおすすめします。あの、それはまたちょっとお、後々にまた詳しく説明しようと思います。 で番手によって値段が変わるわけじゃなくて、大体いいフライラインの種類によって値段が変わりますね。これね、エアセルと言ってね、あの、普及価格帯のラインです。で、僕、これが大好きで、あの、使ってます。で、大体これがね、あの、実売価格が4000円前後です。あの、アマゾンでも買えるし、あの、上州やキャンベル店などでもフライ用品を扱っているところなら、大抵置いてありますね、このエアセルというモデル。 でね、あの、実はバス用に特化したバスバグテーパーラインというものもあるんですけれども、それだとね、実売価格がね、倍近くなるのかなちょっとお高くなります。で、ブラックバス用にチューニングされているので、あの、使う方によってはとてもね、いいものだと思うんですけれども、私はね、どちらかというと、こっちの普通のウェイトフォワードラインが好きです。これね、ウェイトフォワードってまあ、文字の通り、 先端が重たくなってるわけですよ。ルアーでもね、あの、今のルアー重心移動で投げるときは、先端の方にね、重りが移動するように、あの、飛ばす上で先端が重いっていうのはとっても理にかなっていて、扱い、飛ばしやすいわけですよ。で、バスバグテーパーラインというのはさらに先端の部分が重くなっていて、より飛ばしやすくなっているんですけれども、まあ、一種のね、チューニングラインだと僕は思ってます。 車に例えるとね、チューニングカーなんですよ。だからあの、サーキットでは、サーキットのような限られた場所では抜群の性能を発揮するけど、一般行動ではね、ちょっとサスペンションがガチガチだし、乗り,にく乗り心地が悪いし、帰って遅いぞということにね、なり、なりかねないんですよで。僕はね、普通乗用車が好きなので、いつでもどこでもね、あの、過不足なく使えるごく普通の普及価格帯のウェイトフォワードラインが大好きで使ってます。 でね、これ、ま、たい4000円前後で買えるんですけど、これね、あの、安売りを見つけてね、光っちゃって映ってないかな。こう、うまくするとこの世界の値段でも買えると。でね、あの、高いと思うかもしれませんけど、あの、ルアーラインに比べてね、値段は結果的にね、あの、そんな変わらないと思います。むしろ安いかもしれません。あの、長持ちするんですよ。 あのね、ルアー用のラインをね、一生懸命新品巻いてね、第一等目で再起不能のバックキャン、バックラッシュで、あの、おじゃんとかそういうことはまずありませんので、絡まっても手でほどけるし、あのね、あの、耐久性は高いです。こんなようなラインですね。あの、なんだこれ電線かよって感じだと思いますけれども、見たこと初めて見る方は。 電線のようなラインです。電線って言い方しないか。こんな紐です。あの、なんだろうな。PE ラインの上にビニールの皮膚がついてると思ったらいいのかな。これ水に浮くラインです。これが一般的で使いやすいウェイトフォワードのフローティングラインです。 で、次にロットなんですけれども、僕は今ね、このフライトライというロットをね、一番使ってます。光っちゃうなぁ。あの、キムコの商品ですって。あの、バスアングラの皆さんもキムコというブランドはね、あの、ご存知と思いますけれども。キムコのフライトライという、光るなぁ。<laughs> 光っちゃって、ちょっと待ってください。調整します。 えっと、ちょっとあの、フライトライの色を変えました。私、このロッド大好きで何本も持っているんでね。あの、ピントが来ないピント来い。ティムコのフライトライというロッドで、実はこれね、さっき説明したバンテの表記がないんですけど、このね、8番ラインでね、ピこのウェイトフォワードの8番ラインでぴったり合います。でね、これね、 スペックが実は省略されてて、あの、細かいことを気にしない初心者用の向け、初心者向けに開発されておりまして、フライフィッシングインスタントスターターということで、実はね、あの、フライタックルにはスターターキットというジャンルがあります。これね、とっても素晴らしくて、なんとですね、このような、リールとセットなんですよ。リールがついてて、 フライラインまで巻いたって、しかもね、仕掛けまでついてくるんですよ。で、あの、説明書までついてきます。ちょっとご紹介しましょう。この説明書がまた良くてですね、あの、これね、準備をしよう。で、完成図、竿の持ち方。で、投げ方まで書いたってね、もう、 ほんとこの通りでね、いいです。僕がやってるのも全くこの通りです。<laughs> 永遠な初心者かよってことなんですけれども、これがね、あの、バスフィッシングにぴったりなんですよね。あの、まずね、このロットが、書いてないけど、どっか書いてあったかなあの、7フィート6インチの全長なんですよ。で、 実はね、フライロッドットってもっと長い方がいいんです本当は。本当は長い方がいいんですけれども、このね、あの、初心者には取り回しがいいようにってことで短くなってるんですけれども、この7フィート6インチという短さが、バスフィッシングではね、ちょうどいいですね。しかもね、このような活かしたね、ビニールの袋に,がに入ってるんですけど、 このね、ビニールの袋がまたチープでね、僕の好みなんですよね。僕の理想をね、具現化したものですね。それでね、フライドットには珍しいカラーバリエーションがありまして、僕最初に、一番初めに買ったのがこれ、グリーンで、アマゾンで買いました。アマゾンで買った時の価格が、これ、ちょっと待って、購入履歴を見ると、 7,980円ですね円でロッドとリールと仕掛けと説明書までついてくるということでね本当とねすものすごく気に入ってしまってであまりにも気に入ったんでねあのピンクも買いました。 で、これね、近所のキャスティングで買いました。で、値段忘れちゃったんですけれども、Amazon よりちょっと高かったと思います。ピンクをキャスティングで買いました。でね、ちょっとこれもうね、ここ見ていただくと伝わるかな。ここフェルールなんですけれども、こことここにもう色が違うと思うんですけど、色合わせちゃいましたね。本来この色。で、こっちは日焼けしちゃいました。ちょっと色がくすんでると思います。もともとはこの色でしたね。ピンク色。 で、もう、もう本当使って気に入ってで、よくてよくてですね。で、アウトレット品で、あの、黄色も買ったんですよ。これね、フライロッドット単体で、980円でしたで。なんでそんな安いかっていうとね、ガイドが1個ね、分けありで、このガイドがね、あの、曲がってついてます。<laughs> 本当はね、あの、角度的にね、本当は、もっとこうなっていけないのが、 こうなってなってゃいけないのがこうなってると。ということで、脇上げ品のアウトレットで、ロット単体で980円で買ったんですけれど、これがまたね、全然問題なく使えててもう、色もいいし気に入ってます。で、あの、あまりにも気に入って使ってるんでね、どれもね、ちょっとね、傷が入ったりしてます。もうここちょっと、うんピントが濃い。もう,こう下地が見えちゃってますよね。あの、 バスフィッシングやってる、どうしてもね、頭上に木があったりね、橋があったりしてね、ああ、ガシャンって木に擦ったりするんですよね。で、ああ、やっちゃったってことで、あのー、見るんだけどね、折れないですね。丈夫です。とっても丈夫なロッドットです。このように傷はつくけど、今んところ折れてません。でね、もうあまりにも気に入ったので、また買いました。これね、ナチュラムで買いました。パープルですね。これナチュラムでね、 8262円で買いました。同じ内容ですね。リールと説明書とロットが入っていると。でね、あの、なんでこれ買ったかと言いますと、あの、これ新品未開封なんですけれども、よくはね、兄弟の人がね、円盤を買うときにね、視聴用と保存用って買い,、ま、買いますけど、これ私の保存用です。未開封、新品未開封です。 これは私の宝物ですからね <laughs>。で、このね、ちょっと困ったことにフライトライがあまりにも良くて僕ね、ホームページとかアマゾンのレビュー欄でちょっとね、絶賛しすぎちゃったんですよ。そしたらね、なんか評判になって、あのね、市場からね、消えて買えなくなっちゃいました。あの、実はこういうものって、作って、あのね、 どか中国とかで安く作ったんでしょうけれども、それを売り切ってもう終わりっていうい一品物の企画品だったんですね。でね、これがね、なんかちょっと評判になっちゃいまして、市場から消えて、消えちゃったんですよ。本当普通のね、うちの近所のキャスティングでも売ってたんですけれどもね、もうあっという間に消えちゃって、でね、その後はもう悲惨です。もうね、僕はね、もう心がもう重いです。あの、その後僕の耳に入ってくるのは、 あの、車田の野郎が絶賛してたけど、買ってやっ、使ってみたら六段もんじゃないっていうもね、クレームです。クレームの嵐。で、あの、買いたいのに車田の野郎が有名にしたから買えなくなったというね、クレームです。であとね、中古市場で値段が上がってこんな高い値段まで出してね、買うもんじゃないっていうクレームです。もうほんとね、日々死にたい。もうクレームの嵐です。良かれと思ってね、宣伝したのに、なんでこんな嫌な思いするんでしょうね。ねあの、 クレームの原因も大体わかるはわかるんですよ、実は。これかなり特殊なロットで、このね、説明書にも書いてあるけど、上げ、ロットを振り上げて振り下ろすだけですということで、実は初心者にもラインがとても乗りやすいような特殊なアクションなんですよ。でね、実はフラインロットって大抵ね、あの、短く全長前兆をね、詰めていくと、 フライ、フライラインが乗りにくくなってくるんですよ。で、これはね、ラインを乗りやすいように、初心者にもね、フライラインが乗りやすいようなアクションにしたがためにですね、ちょっと特殊な使い心地になってますね。で、あの、フライロット、まあ、ルアーでもそうなんですけれども、こう、ロットを振って、当然この、ここがね、あの、 円周を、円の運動になるわけです、先端は。だけど、ピッチャーがね、ボールを投げるときもそうですけれども、飛ばしたい方向に対して、ロットがこう曲がることによって、こう、曲、ま、がロットが曲がることによって直線運動に変えてるわけですけれども、あの、フライの、ある程度も熟練した人は、このね、ロットをうまく曲げて、直線運動にするのが、体で覚えて、 てるんですけれどもこのロットはねそこに持っていく感覚がちょっと独特なんですよだからフライドットを振り慣れてる人にはなんか変なロットに感じると思いますなのでこのロットはですねもうフライドットをすでに2本以上持ってる人は買う必要ないと思います僕はであのもしもね買って 家で眠ってる人は中古市場に出して初心者にね、出してあげてほしいですね。で、この特殊な特性が、バスフィッシング、ル、ルアーでバスフィッシングしかやったことないような人にはね、ちょうどいいと思います、僕は。この特殊なアクションが。で、フライロットのベテランにはとてもね、変なロットで気,気に入らないと思うので、もう買わない方がいいと思います。この後ね、 紹介する他のロットの方がもっとおすすめのものがあります。なので、もう、私のように特殊な変な人間か入門者用のロットだと思ってください。次に紹介するのが、あの、エンブリロのスパイン805というロットになります。これちゃんとロットソックスに入っていて、なおかつね、このような、ちゃんとしたね、 ケースにも入って、ケースもついてきます。で、あの、購入したのが5年前なんですけれども、当時ね、あの、ヤフーショッピングで22,140円で買いました。で、残念ながらね、これもね、今もう売ってないんですよ。もう中古市場頼みになっちゃいます。今買おうとすると。で、このロッドのスペックがですね、 スパイン805-4あのフライドットは、ね、よくこんな書き方しますねあのこれは8フィート0インチのあの55っていうのはラインの番手ですでこっちにはね56番って書いてありますけれども5番でも6番でもいいよという場合はこのように補足説明で書かれる場合が多いですね で、ハイフン4っていうのは、これ4ピースって意味です。8フィート0インチ、5、6番の4ピースというロットになります。で、これね、とっても良くて何が言ってるの、あの、さっきね、あの、フライトラインが、フライトラインが、あの、あの、初心者と一周回った私のような返事向けと言いましたけれども、これはね、 スパイン805はね、ほんとちゃんとしたフライロットらしいアクションでキャスティングできます。ということでね、あのー、こっちの方が実は広くおすすめできますけれども、悲しいことにね、これももう売ってないんですよね。僕が持ってるね、ロットね、今までもね、タックルの紹介やろうと思ったんですけれども、なんでやらなかったかっていうとはもう、 売ってないものをね、紹介するのがちょっと忍びないっていうのがあって、本当はね、こういうものが普通にね、近所の量販店に行ってパーって買えるのが一番いいんですけどね、残念ながら、これももはや中古市場で探すしかないと思います。で、あの、5、6番ライン用ということなんですけれども、私はこれに、エアセルの、同じこのエアセルの8番ではなくて7番、 あの、作った人の推薦よりも一番って上で使ってますで。僕が使う分にはね、7番、これの7番ラインで、エアセルの7番で、あの、うまい具合に使えてます。で、このロットのいいところはさっき言ったように、あの、クライドットらしいキャスティングができることで、 で、スペックは、あの、長さが8シートということで、取り回しもいいんですけれども、唯一の欠点がね、あの、バスバグやポッパーなどはキャスティングしづらいです、はっきり言って。なので、あの、僕は冬に使ってます。冬のフライでバス用に使ってます。でね、あの、誤解してほしくないのは、重たいフライが投げにくいわけじゃないんですよ。ウエイトが結構入った、重たい、 だからヘビーウェイトのリンクとかは、あの、全然慣れられます。ただね、あの、空気抵抗の大きい、あの、フライを投げる場合にね、ターンの時にちょっと手首でね、グッって、あの、空気抵抗が大きい、あの、フライは、こう、キャスティング、キャストする時に、こう、 <laughs> キャストして、専門的に話していいのかな初心者用のね。あの、ターンするときにちょっとカクってなるところを、あの、吸収するために強引にカクってね、こう、手首に力を入れて、強引にターンさせるんですけども、それはあまり得意としません、このロッター。なので、空気抵抗の大きいロフライはあまり得意ではない。ただし、あの、あのね、妊婦やね、 あの、なんだろ、ストリーマーなどを、あの、気持ちよく投げるのにはとってもいいです。だから、どっちかというとね、僕は冬に使ってて、冬のルースニングのフライデーバスか、あとメバルですね。メバルもぴったり。あとはね、あの、どちらかというと、スモールマウスに合うのかなあの、スモールのフィールドがね、近くにある方にはとっても推薦できると思います。で、 深いバスバグやポッパよりはちっちゃくて、ちっちゃいバスフライを、あの、ウェイトのしっかり入った沈むフライなどですね。それにはとても向きます。次にご紹介するのが、あの、ループのブルーラインシリーズというソルトウォーター用のロッドです。これ8.8フィートの8番です。で、これもす、これもね、古いロッドなんですよ、これ。 僕出てすぐ買ったんですけれども、もう忘れちゃうぐらい昔ですね。もう20年ぐらい前なのかなあの、ソルトウォーター用のロットです。えー、っと。ループのブルーラインソルト、8フィート8インチの3ピースですね。で、8番。 であの先ほどね、バス用のフライロッドットは短い方が取り回しが良くていいような話をしましたが、実は適材適所で、ある程度長さがあった方がいい場面もあるんですよ。特におかっぱりですね。あの足元にブッシュがあったり、あと水面が足場より低い場合ですね、ロットが長くないとあの釣りにならない場所がね、あります、あの実は。 ルアーで言うと、あの、なんだろう、ロットをこう立てて、ラインをこう張ってね、ロットをこう高く指示して、こうちょんちょんってやったりするようなフィールドです。あの、バスフィッシングでそういう姿チュってとても多いと思うんですけれども、あの、フライフィッシングの場合は、はじめにも言いましたけど、フライラインに重さがあるわけですよ。で、ロットをこう立てると、ラインがここからで、ダブラーって下に下がるわけですよ。 でね、あの、ルアーロットのようにロットを立ててピーンとラ,あのラインを張るってことができなくて、下にダダーンって落ちちゃうわけで,で、僕がね、バスバングテーパーを嫌う一つの理由はそれで、バスバングテーパーってすごく重たくてもダダーンってもう垂れ下がって、足元がね、ブッシュとかでどん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 草の中に食い込んでいくんですよ。で それがとても嫌で僕は普通のウェイトフォワードを使ってると。なるべく草の上に乗っかっててほしいんですね、ラインが。まあこれも結構ね、草の中に入っていっちゃうんですけれども、バスバングテーパーよりはあの食い込みにくいということで、普通のウェイトフォワードを使ってます。そんなような場合は、実はですね、もう物資より先にロッドティップがいってしまえばいいわけですよ。で、ある程度、ロッドの長さがないと釣りにならない場面もあります。だから、あの、 バスフィッシングで特にね、あの何も、<laughs> 中古市場で血眼になってフライトライを探すようなことは全然しなくてよくて、普通に8フィートやら9フィートやらのフライドットが活躍する場面もありよということはちゃんとね、言っておきたいです。あの、なんかね、ちょっと変に誤解されちゃって、 短いロットじゃないとバスフィッシングはね、楽しめないみたいな、あの、誤解されると非常に困るので、8.8フィートのロットでもね、全然今使って僕もこれでバス釣ってます。これじゃないと釣れない場合もあります。でね、あの、このようなね、立派なケースに入って、確かね、いくらで買ったのかな確か3万円ぐらいだったのかなちょっともう忘れちゃいました。あまりにも昔のことで。 確か3万円ぐらいで買ったと思います。で、次にご紹介するロットは、あの、このような長いロットです。これ9フィート6インチあるんですよ。で、姉妹寸法でこの長さなんですよね。伝わらないと思いますけど。あの、とっても長くて、車に乗せて運ぶのでもかさばるような長さです。これ、失敗しましたね。あの、 9フィート6インチのあの2ピースってのはね、こんなにも長いのかっていうのがちょっとあの、買った後にね、気づきました。この長さですよね。で、えっとですね。えー、っと。これ、ハーディバイカウントという、あの、 昔ね、あの、知り合いがい、あの、稲垣というフライショップの会員になってまして、そこで企画されたのかなハーディ管理釣り場セットというね、あの、リールとロットと、あと完成品のフライが、ね、セットになったものをね、あの、そういう商品を売る企画がありまして、それに乗っかりました。友達がね、なんでしょうね、あの、フライアグラーっていうのは人に物を買わせるのが好きなんですよね。カタログ持ってきてね。 これ買わないとか言ってね <laughs>。で、買う買うって乗っかっちゃったわけですけれどもね。あの、9フィート半の7番でその全長なんと290センチということでね。で、これはね、僕今川口湖で使ってます。あの川口湖にはいいですとても、あの、沖にね、ブレークがあったりするわけじゃないですか。だから、一振りでね、遠くまで飛ぶ方が楽なんで、この、この長さの方が楽です。 ただ持つとね、こう、一日持ってるとちょっと重いっていのはありますね。だけどまあこの長さがね、武器になるということで、川口湖で活躍してます。で、いくらで買ったかはもう全然覚えてないです。昔のことなんで。ごめんなさい。もうほんとね、もう今売ってないものばかりになんでね、本当は今売ってるものでね、これを買った方がいいんですよっていうのをね、 紹介できればいい動画になるんですけれどもね。以上のね、4種類のロットで、たい僕のあの、フライデーバス釣りはね、成り立ってます。あの、フィールドはね、あの、関東に限られますけれどもね。あの、大体こんな感じですね。ということで、次にね、リールの紹介をしようと思います。リールはね、今気に入って使ってるのはこの2つですね。あの、1つは、オービスの ハイドロスというモデルの、ね、5番なのかなあの、これもね、型落ちで買ってます。だから今ね、ほんとごめんなさい。今これ売ってないやつです。もう型落ちモデルを安く買いました。いくらだったかな ?2、2万円か3万円ぐらいだと,と思います。安く買いました。あの、型落ちの在庫処分で,で。これも同様に似たような値段で買って、ループのね、あの、 LW249 っていうモデルですけれども、まあ、原品もちゃんとありますけれども、これはもう型落ちモデルです。で、似たような種類のね、シリーズのロットがまだ売られてますので、多分、オービスもハイドロスシリーズまだあるのかなちょっと今ググるか、ちょっと待ってください、ググります。ティムコのホームページで確認しました。あの、ハイドロスというシリーズはね、もう今は、 アイドルス SL というシリーズになっても形もだいぶ違いますね。でもこれの後継機種の5番、この5というのはフライラインで言うと9番、10番用ということですね。あの、話が戻りますけれども、あのフライラインって先ほど説明したこの番手で管理されていると、で、この番手によってフライラインの太さがどんどんね、この数字が大きくなるごとにどん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 太くなっていくので、 ラインキャパがあの変わっていきます。あの、ラインキャパというのを気にしてください、買うときは。これの新しいモデルが3万3000ということになってます。こちらのループの方は今、これの後継は旧シリーズってやつなのかなあの、今ちょっとティムコのホームページ見たらですね、ループの現行モデルには旧シリーズというのがあって、だいたい似たような形ですね。 で、大体この大きさだと2万1000円ですね。そんな高くないと思います。だから僕はこれもっと安く買ったんだろうな。これが1万円台でこっちが2万円ぐらいだったのかな。あの、型落ちの在庫処分品を買ったんで。定価でも現行モデルが2万円少々と3万円少々って感じです。で、僕ね、あの、フライリールは実はちょっとこだわってるんですよ。あの、 どこにこだわってるかというと、あの、ディスクブレーキにこだわってます。フライリールにはですね、あの、大別して、あの、ディスクブレーキのモデルとクリックブレーキのモデルがあります。これディスクブレーキのモデルなんですけれども、特徴としてはね、音が静かっていうのがあります。で、反面ね、ちょっとお高くなります、ディスクブレーキのリールは。で、実は単にね、 安いリールを、安い方がいいやって方はですね、あの、このようなクリックブレーキというのがあります。でね、僕はなんでいつもディスクブレーキを使ってるかというと、まずね、この音がちょっとね、実はバスフィールドで、あの、僕、関東のバスアングラーがたくさんいる中に混じって一人だけフライをやってるという変なシチュエーションでフライやってるんですけど、 このね、この音をさせると大抵みんなこっち見ますね。こうラインをフィールドについて、あの、まずね、ラインを引き出すわけですけれども、この音がした瞬間みんなこっち見るんですよ。で、ルアーアングラーっていうのはね、もう、<coughs> 条件反射で、 この音がしたら、魚がかかってると思うんですよ。あ、あの人、釣ったと思って、こっち見るわけですよ。で、実は単にラインを引き出してるだけというね、もうそれが嫌で、まずね、クリックブレーキは僕の中ではもうないです。ない。バスフィールドではないということです。あの、トラウトフィールドではね、トラウトフィールドでは別に使ってますよ。あと、管理釣り場とかではね、使ってます。 あの、バスフィールドに限っては、僕はあの、ラインを引き出すだけでパッとこっち見られるのが嫌で、クリックブレーキを使ってないということです。で、あの、ちょっと話が脱線しましたね。で、僕がこだわってるのはブレーキが、あの、調整がね、コントローラブルなブレーキが大好きです。あの、フライリールのブレーキは何のためについてるかという説明をし、から始めますとですね、 まずはバックラッシュしないためです。あのフライでバックラッシュするのっていう、はって意外に思われる方がいると思いますけど、フライってね、バックラッシュするんですよ。あの、やってみますね。あの、ブレーキをゼロにしてラインを引き出すと、あ、<laughs> やろうと思うとならないバックラッシュ。 テイク2です。もっともう一回引っ張った場合ですね。こう、こうすると、ね、このようにバックラッシュするわけですよ。でこのバックラッシュしないように、ブレーキがついてると。なんですけれども、ちょっとバックラ直しますね。まあ、フライのバックラっていうのはね、あの、再起風になることはまずないです。えっ、ー、と、バックラを直して、 元の説明に、も段取りが悪いね。で、あのー、実はね、フィールドについてラインを引き出して、釣りして、で、バスの、バスの場合は、あの、乱丸するわけですよ。あのね、トラウトっていうのは、だいたい一箇所に腰を打ちつけて、あの、キャストを繰り返して回遊するの待つとか、そういう使い方が多いと思うんですけれども、 あの、バスフィッシングの場合は、キャストし、2、3回キャストして、で、あの、違う場所にテクテク歩いてって、そこでまた2、3回キャストして、また違う場所に歩いてってっていう繰り返しになる場合が多くて、で、足元のラインが邪魔なんでね、こう、巻き取るわけですよ。で、次の場所に行って、こう、ラインを出すんですけれども、さっきのようにバックラッシュすると困るから、ブレーキをかけるわけですけれども、このね、ブレーキがね、強いとね、引き出すときにね、 面倒、案外これ嫌なんですよ、この硬いのが。今硬いんですけど。で、バックラッシュする限界点を調節したいと。でね、このコントローラブルなブレーキじゃないとそれがね、できないんですよ、意外と。でね、やっぱりね、オービスとかループとかはね、実際釣りする人が作ってるなと思います。あの、ブレーキの調整がとってもいいです。もう一つのブレーキの役割としては、あの、 ルアーの、ルアー用リールのドラグと同じ理由で、あの、魚とファイトするためのブレーキですね。魚がこう引っ張ってそれに対してこうブレーキをかけると。で、あの、ラインの太さ、ティペットの太さなどに合わせてこうね、調節しながらやり取りすると。その点においてもやっぱり、ちょ、あのね、コントロール性がいい方がいいに決まってるわけで。あとね、このクリックオンですよね、この。 カチカチって今クリックしてると思うんですけれども、このループにもね、ついてるんですけれども、このクリックオンはした方がね、圧倒的にね、魚とやりとりしやすいです。あの、釣りしてるとだんだん体で覚えてくんですよ。あの、これくらい回せばこれくらいの、あの、ドラムの強さになるということで、この、このカチカチって回数でね、先日もね、あの、僧侶と、僧侶と40分間、あの、ファイトする、 ね、動画をね、あの、アップしましたけれども、あの、常にこう、ドラムの調整はね、その、時々してました。で、この、このカチカチってクリック音で、だいたいこれ、この、何回クリック音がするとどれくらい強くなるっていうのが、体で分かってくるわけで、とてもやりやすいですね。あの、 このね、カチカチ音がないとね、なんかよくわかんなくて、不意に締めすぎて、んに走られてラインブレークとかそういうことがあるように思います。このね、コントロール性が良くて、なおかつカチカチってクリック音がするのが僕の好みです。ただ、あの、悲しいかな。フライリールのこのドラグって、ルアーに比べて圧倒的に劣ってる点がありまして、これはしょうがないんですけれども、ルアーの場合ってこう、 ねあの、ロッドで思いっきりガーンって合わせても、ドラグが G って出るわけじゃないですか。特にスピニングなんて、今はね、ルワイドのスピニングのドラグってとてもスムーズで、細いね、4ポンドラインとかでガーンって合わせても、ドラグが G って出て、ラインブレイクしないんですけれども、悲しいからね、フライって、合わした瞬間って、ラインを手で持ってるんですよ。で、合わせた瞬間のドラグは人間が手でやんなきゃいけないわけですよ。これが、 当たり前ながら機械のようにうまくできなくて難しくて、最初は手で押さえてて、うまくこういなしながら、リールをぐるぐるぐると巻いて、ようやく魚とやり取りができるということで,で、だから人によってはね、魚とファイトするときにドラグ使っちゃダメよって人もね、今それはそれであの、正しいと思います。特にね、 あの、バス相手にする場合ね、リールのドラグなんか使っちゃダメだよっていう人もいると思います。で、それも正しいと思います。僕はね、あの、先日アップした僧侶のように、バスかと思ったら僧侶だったりするわけですよ。僕が霞で釣りしてると。だから、もう必ずリールでやり取りします。あと、単純に趣味っていうのもあります。僕はね、このね、釣り道具の中ではリールが一番好きなんですよ。このリールがね、回転するってなんか素敵じゃないですか。 こんなの手でこんなね、やり取りしたらもったいないということで、趣味としてのリールファイトと、あと、なおかつ、あの、バスかと思ったら、装具のようなビッグなね、巨大魚だった場合の対応として、ドラグで、リールのブレーキを使ったファイトをしてます。以上が、あの、僕が使ってるタックリについての説明になりますけれども、あのね、話が戻って、あの、 初心者の人がね、フライに興味を持って、同じようなタックルが欲しいなって思っても、あの、ね、再三言ってきましたけれども、もう売ってないんですよ、これも、これも、これも、全部。なので、もしも今からフライでバス釣ってみたいなと思う方がいたらですね、あの、釣り具屋さんでフライ用品を扱ってるようなところに行ってですね、例えば、上州屋のキャンベル店とかに行ってですね、 あの、フライのコーナーに、あの、スターターキットというものがあると思います、大抵。あの、ロットとリールがセットになった。あと、たまにはね、あの、フライも2、3個ついたりしてるセットもあると思います。基本的にロットとリールとラインがセットになって、だいたい1万円ぐらいで売ってると思うんですよね。それを買うのが僕はおすすめです。あの、 でね、注意したいのが、あの、バスを釣る場合は、あの、番手が大きい方がいいです。で、実際お店に行って売られてるスターターキットは、だいたい下が4番ぐらいで上が6番ぐらいなんですよ。で、8番はね、まずないと思います。で、僕と同じように8番を使う必要はね、全然なくて6番でいいと思います。あのね、むしろ6番の方がいいと思います。 あのまずね、そのスターターキットに入ってる6番のフライロッドの長さ、多分ね、9フィート程度だと思います。あの例えばね、9フィートで8番になりますとあの、ロッドの長さに対して8番の重さっていうとね、意外と重いんですよで、特にあのルアーフィッシングからフライフィッシングに移行する人にはありがちなんですけれども。 ロッドをね、ピュッピュッって振りたくなっちゃうんですよ。どうしても、あの、ルアーの感覚が残ってるので。ルアーっていうのは、あのね、野球のね、ピッチングのように一瞬で投げるわけじゃないですか。フライはね、あの、実はものすごくゆっくりしたキャストで、あの、子供がね、ブランコをやってて、後ろからね、親がこう押してあげてるような、あんな感じなんで、ものすごくゆっくりした、あの、 キャストになります。で、それが最初はね、多分できないと思います。あの、ルアーと同じような感覚で投げたくなっちゃうんですよ。なので、8番の、あの、タックルを揃えて、そんなようなことをやるともう手首ね、痛くします。もう、いててって、こんなことやってらんないぜって、フライなんかやってられっかよってことになっちゃうと思いますんで、あの、6番の、6番ラインが入ったスターターキットから始めるのが僕のおすすめです。 ということで、あの、取り留めもない話を延々続けてしまいましたが、なんと動画は40分超えてんですね、これね。こんなんで良かったのかなまあ、あとりあえずこのまんまね、アップしてみようと思います。よろしければ、今表示されているアイコンをクリックしてチャンネル登録してくれるととても嬉しいです。どうも、ご視聴ありがとうございました。